こんにちはフフィーフィーですさて今日は韓国のの経済の話をしたいいと思います、えー、新規感染者が減少してコロナの収束をねもうコロナの収束になってきているよというのをアピールしているムン政権なんですけれども実はコロナによって厳しい経済状況に追い込まれているんですね。 4月の15日に行われた総選挙では圧勝したムン政権国民はムン政権の,、まあこの徹底した反日キャンペーンこういったものも多分あのこう影響したとは思うんですけれどもコロナ対応を高く評価した、まあ、その結果とも言えると思うんですね韓国は罰則付きで、まあ、人権よりも健康優先したかなりストイックな対策を行ってきたんです。なんかここの感染者に対してねこう GPS をつけてこう追跡したりだとか本当にあの徹底してましたよねただ経済の方はというとまあこれはねコロナショックは韓国に限ったことではないんですけれども韓国というのは輸出など対外依存度が高いので今後の韓国経済に大きなダメージは避けられないだろうと、まあ、そういうことなんです、まあ、どういう話かというとねまず通貨問題ここから見ていきましょう 韓国は3月19日にアメリカとの間で600億ドル余りの通貨スワップの協定を結びました。これ、自国の通貨が暴落してしまうというような事態になった時に協定を結んだ相手国との間で自国の通貨と引き換えに相手国の通貨を融通してもらうというこういったまあシステムなんですけれども韓国がアメリカと通貨スワップをするのは今回が2回目。 1>, 1回目はリーマンショックの時で300億ドル程度だったんですが今回はそれの倍ということになりますねで今回はコロナの影響でウォン安ドル高が進んでいて株価も暴落しているこれによって金融市場の安定とまた資金の流出通貨下落を防ぎたいとこういうことなんです実際に1月の20日には1ドル1160ウォンだった為替レートが 米韓、えー、の通貨スワップ前日の3月18日には1ドル1261ウォンまで落ちていて株価も同じように暴落しているんですね、えー、スワップ後株価は少しずつ上昇しウォン安も止まったもののまだ安心できない理由があります アメリカや日本はねこのような先進国は通貨を発行することで外貨不足の問題を解決することができるんですけれども韓国の場合ウォンが基軸通貨ではないんですね外貨が足りなくなれば他の国から外貨を借りるしかない、えー、そして外貨を借りれないと通貨危機に陥ると一度このようなことっていうのは過去にも起きていてそれが1997年のアジア通貨危機なんです。 この時韓国はウォンが急落して外貨で借りた借金がどんどん膨らんだわけですその結果もうこれ以上ね外貨を借りることができない状況だよということになってしまって IMF に緊急支援対策これを要請したんですねこのような事態をもう一度起こさないため起きてはいけないので前もって対策を今回取っておきたいそのためにも日本と通貨スワップをするべきだという声も上がっているんですね 3月の末には韓国の首相が日韓通貨スワップの再開に意欲を見せたものの麻生財務大臣がこれを突っぱねたわけです。 とね、これに関しては過去にもあの私の動画の方で詳しく説明しています韓国と日本の通貨スワップの話是非見ていただければあの深く掘り下げていますのででこれまで日韓の間では2001年7月の20億ドル余りの通貨スワップに始まって 2011年には700億ドルまで拡大したんですけれども2012年に韓国のイ・ミョンパク元大統領が竹島に上陸してこれをきっかけに日韓関係が悪化したんですね。なので2015年にこれ日韓の通貨スワップは終了してしまったんです。 韓国はもう一度日韓スワップを締結させたいんでしょうがまあ慰安婦とか徴用工問題など韓国っていうのはたびたびこういったことをね持ち出してはまあ韓国の日本に対する言動これはね日本政府をその気にさせるどころか韓国ね借りてやってもいいよというような態度だったわけですこの振る舞いに対して麻生さん首を縦に振るわけがない結局締結とはならなかったわけですね また韓国をダメにしてしまう韓国経済の特徴として高い貿易依存度が挙げられます。ちょっとこれについても説明しておきましょう。コロナの世界的な感染拡大によって輸出が大幅に今減少しています。昨年は米中の貿易戦争が長く続いてこの時からね、すでに韓国の輸出は減っていたんですね。 これがこのまま続けば韓国経済の回復は厳しいとまで言われていたんですが1月の15日に米中が貿易戦争の緊張緩和のために合意文書にこれ署名してるんですこれによって韓国ではこうちょっと回復の兆しがあるんじゃないかと経済への期待が高まったわけですしかしそんな中で新型コロナウイルスこれが起きてしまったと。 これ中国への依存度の高い韓国経済にとってはもう大変痛いわけです2019年の輸出額ちょっと見てみると中国への25.1%そして輸入額が21.3%これらをまあ中国が占めているんですね サプライチェーンがここまで一つの国に依存するっていう形をとってしまうとやはり何かあった際にリスクが大きいわけです中国国国からのの部品がが入っててこなないいために、韓国国内の工場がストップしている状況なんですね。アメリカの信用格付け機関ムディズは3月の6日に出した報告書で2020年度の韓国の実質経済成長率を1.9%から1.4%に引き下げました。 このままコロナの影響で不況が続けば0.8%にまで急落すると見ています。また、IMF も4月の14日に今年の韓国の経済成長率の見通しをマイナス1.2%と下方修正しました。 やはりあの貿易を大きく輸出に依存してきたその相手国が今まさにねコロナで大打撃を受けている中国だったりアメリカだったりするわけですね韓国に対してであるという点で、まあ、こうやって大きく下がってしまうということでしょうでは次にねムン政権の経済対策を見ていきましょうムン政権っていうのは所得主導成長所得主導成長論っていうのねこういったものを経済対策の柱にしています どういうことかというと家計の所得を増やすことで消費を増やして経済を成長させるというこういう政策なんですね。このたたためにに最低賃金を大幅引引きき上上げげんんんででですすなと2 29%年間もねそのために経営側は人件費の負担が増加結果従業員のリストラが増えてしまったわけです。 2019年の失業率ですけど3.8%にまで上昇してまた非正規労働者のパーセンテージ割合も36.4%まで上がってしまったんです結果的に所得格差を拡大させてしまったという状況なんですここまでにねやっぱり経済対策において評価に値しないというムン政権なんですけれどもそれでもこの間の。 日日の4月15日のの月総選挙で圧勝したのはやっぱりまあ強い反日キャンペーンを打って出てこれを繰り広げていたというこういう結果もありますがあとはやはりあの国民からコロナ対策が高く評価されたというこの点が大きかったでしょうただやはりね今後のムン政権経済的な問題これはもう山積みですよね財政赤字がどん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 膨らみます失業率が増えるとということはそこはそにやっぱりこう支援策あの 保証,保証をしなければいけないとこれがかなりの財政を圧迫してしまうという結果になるわけですよね先ほど紹介した所得主導成長というこれっていうのは経済対策の見直しが必要なんではないかと企業に、ね、もっと寄り添った環境を作らなくてはならないと思うわけです。 家計もこれはね支持率にすぐ反映するので大切なんでしょうけれども企業が経営しやすい政策とこういったものとのバランスが重要になってくるわけです。ム、え、ン、ー、政権残り2年を総選挙の圧勝によって国民からの保障されたわけですけれどもその支持率をどこまで維持できるのかまたどれだけ経済を立て直せるのかその主導力が問われています。 ここまで見てきてその経済政策全てにおいて危うい韓国経済なんですがこれね崩壊へのカウントダウンが始まっている状況でまさに地獄への入り口とも言えるわけです。えー、今後の韓国経済から目が離せませまん。さて皆さんはどういった感想をお持ちになりましたでしょうかコメント欄にどんどんお寄せください。そしして、フィフィィチャンネルの登録お願いします。 みんな見てくれてありがとうフィーフィーチャンネル登録してね